アルフレード・フォン・シュリーフェン伯爵は、ドイツ帝国の軍人、陸軍元帥、軍事戦略家であり、第二次世界大戦に至るまで使われ続けた、退仏侵攻作戦、シュリーフェンプランの考案者。1833年2月に、ベルリンで、プロイセン軍少将,将マグヌス・フォン・シュリーフェンの息子として生まれ、1842年に、父の領地シレジアに移り幼少期を過ごした。 シュリーフェンは軍人に関心がなかったため、士官学校には進まず、ベルリンの大学に進学した。大学では法学を専攻し、1853年に徴兵のためプロイセン陸軍に入隊し、1年間の兵役を務めた。兵役終了後、シュリーフェンは士官候補生に選ばれ、正規軍人としてプロイセン軍に所属することになった。1868年に、 いとこのアンナ・フォン・シュリーフェンと結婚し、辞書を設けるが、アンナはマリーを生んだ際に死去した。アンナの死後、シュリーフェンは家庭を帰り見ずに軍務に専念するようになった。ベルリン軍人墓地にあるシュリーフェンの墓1858年に、上官の推薦を得て、陸軍大学に入学。1861年にシュリーフェンは優秀な成績を収め陸軍大学を卒業し、 翌1862年にプロイセン参謀本部地形下に配属される。地形下での勤務を通して地形や天候の戦略的、戦術的価値を認識し、後年のシュリーフェンプラン作成に影響を与えた。1866年の広島戦争には大意として従軍し、京ニヒグレーツの戦いに参戦した。1870年不屈戦争に勝佐として、 従軍した。戦後は、バーデン大公フリードリヒ一世の幕僚として、戦士部門の主任を務めた後、このエウーラン連隊長や参謀本部付を務める。1884年に参謀本部局長に就任。1886年12月4日に、少将に昇進し、1888年に参謀次長に任命される。 1891年にアルフレート・フォン・バルダー勢の公認として参謀総長に就任し、1903年に上級大将に昇進。1905年に仮想的国ロシア帝国とフランスに対する作戦計画、シュリー・フェン・プランを考案した。同年8月に爆僚の馬に蹴られて負傷するが、その際にこれでは戦場に出れない。と叫んだという。これ以降、 軍務に支障をきたすようになり、翌1906年に退役する。1911年に元帥に劣せられたが、純粋に名誉的な措置であった。第一次世界大戦勃発の前年、1913年1月4日に、ベルリンで死去し、軍人墓地に葬られた。墓所には、皇帝ウィルヘルム2世により喧嘩が行われた。シュリーフェンの最後の言葉として、 シュリーフェンプランと関連した我に強い右翼をという言葉が広く知られている。シュリーフェンがフランス攻撃計画でベルギーを通過するドイツ軍右翼を最重視して常々この言葉を述べていたのは事実であるが主治医であるロフス組の回顧録によれば死の床にあるシュリーフェンは軍事や歴史、政治、家族のことなどを知り滅裂に口にする状態であり実際に 最後の言葉と言えるのは、自分の病状を冷静に分析した、小さな原因が大きな結果を招くというものだったという。この逸話は、シュリーフェンの死後数十年の間に流布したという。シュリーフェンプランシュリーフェンプランは、ダイモルト家やワルダーゼへの基本計画を具体化した、ものであった。露伏両国との二正面戦争を避けるため、開戦後全力を挙げて、 短期間でのフランス攻略を目指し、ついで鉄道輸送を駆使して、部隊を東に輸送して残る敵ロシアを攻撃するという計画であった。この計画は1905年に完成したが不備な点が多く、シュリーフェンは改定を重ねるが、同年に馬にけられて負傷して、以降体力が衰えてしまい、翌年参謀総長を辞職し退役する。公認には、 コルマール・フォンデア・ゴルツが候補に上がっていたが、ビルヘルム2世に嫌われていたため任命されず、皇帝のお気に入りだったショーモルト家が公認に選ばれた。シュリーフェンプラン実現のため、シュリーフェン以後のドイツ軍は移動可能な重砲の配備や輸送部隊を中心とする兵隊の充実に力を入れたが、ショーモルト家は第一次世界大戦で自らによる修正版。 シュリーフェンプランを実行するが、ドイツ軍の進撃は、マルヌの戦いで頓挫し、以後は、シュリーフェンの想定しなかった、残酷戦、総力戦に移行することになる。シュリーフェンは、軍司令官というよりも、作戦理論家の性格が強かった。ビルヘルム二世臨席の軍事演習シュリーフェンは、ドイツとフランスの徴兵率の格差について、 戦術と運用能力では戦力差を埋められないと懸念を抱いていた。この懸念は露仏同盟の成立により深刻化した。シュリーフェンは予備役を含めて部隊を増強するため国民回兵の徹底を起とした。しかし、徴兵を管轄するプロイセン戦争省は平時に予算のかかる徴兵率の増加に反対する帝国議会に配慮せざるを得なかった。 その中で、シュリーフェンは、自身の在任中に戦争が起きた場合に備えて、新部隊の編成を訴え、予備役兵を交換代替として運用することにした。1891年6月以降、シュリーフェンは、旅団規模の交換大隊の増強を訴え始める。しかし、戦争省は、コストのかかる、 交換大隊の増強を受け入れず、エイリヒルーデンドルフが台頭する1911年まで、主だった戦力増強は行われなかった。彼は、シリーフェンプランの中でも、国民開閉、戦力増強を前提とした96師団による作戦を立案していたが、前提通りの国民開閉、戦力増強はされなかった。また、 シュリーフェン自身も仮に想定通りの手段があったとしてもフランスを包囲することは不可能だと感じていた。1893年12月11日に完成された計画書ではロシア軍を殲滅するためには東プロイセンに戦力を総動員するべきと主張している。シュリーフェンは東プロイセンの武装民兵を全面に配置し、その背後にドイツ軍を動員して、 ロシア軍を迎え撃つことを想定していた。ありがとうございます。